ご注意ください。はじめまして、京町聖火です。説明はとりあえず後回しにして、早速ゲームを始めていきましょう。まずは主人公グラ、左からド、探検、総探検、本、杖、斧が似合うかななんて思っています。今回はいつものこの子で、名前はとある地名からキヌとしましょう。一音名も気に入ってはいるんですけどね。出身はステータスよりスタート地点としての意味合いが強いです。ここは不明で、種族は器用の人間か素早さのニャーバンが汎用的。人間にしておきましょう。職業はベータなら積載を気にしなくていいのが嬉しいですね。本なら素早さ特化の盗賊、器用とちょっとの魔力の風毒師、バランス型の狩人の三択。 1.21 だったら旅人でもいいけど、ここは風毒師。武器はキプレイヤーならこれまでの私の発言でどうするかわかりますね。もちろん本プラス積載3種です。キャラメイクは以上です。あなたの進む道に光あらんことを。闇の竜の支配する世界。一発で火の国引けましたね。ラッキーです。深き闇に火の光が遮られ、現れる魔物は耐えることはなく、人は闇を晴らし光をもたらす者の訪れを静かに待っているのだった。本動画の趣旨等のネタ話は10分ぐらいから始めます。ここの操作、久しぶりだと忘れちゃいますよね。リンはやはり美人ですね。タイムアタックではないので話は聞いていきます。今回少し急ぎ気味のプレイになるので気持ちはわかります。久しぶりにプレイするともらえるのここじゃないんだっけとなりますよね。ありがとうございます。まずは設定変更とセーブ。戦闘と移動は早いものにするといい感じです。見渡すガイドがデフォルトでオフなのは相変わらずよくわかりません。今回忘れてますが、隊列も後列の上か下に移動しておくと良いでしょう。いきなりこれ引きますか。さっさと逃げます。でフィールドに出ても名声下がるんですか。リロード。私が一番プレイしていたのは 1.19 で、ベータはほぼ初見なんですよね。さっきのが何だったのかは後で出てくるのでお楽しみに。村で最初にやるのは何か。依頼リロードです。ギルドの前でセーブしまして、輸送依頼は十分そうですね。ただ欲しいのがありません。依頼リロードを頻繁にする人なら気づいてると思うんですが、日付が変わる時に依頼プールが更新され、話しかけた時にそこから拾い上げてリストが作られるんですよね。つまり欲しいのが全然出ない時は初めからやり直してプールを振り直します。火山洞窟の討伐依頼が3つ出てますね。ちょっと知恵れが少ないのが気に食わないけど、まあいいでしょう。輸送依頼も全部受けます。受け終わったら改めてセーブしまして、荷物開けリロードです。さすがに今度は長すぎるので倍速じゃなくてカットしますが、おや、先に印付きの紙切れが出ましたね。荷物開けの邪魔にならないよう整理してからセーブしましょう。
一応どこか確認しておこうかな。なかなかいい位置ですね。闇流討伐までのどこかで取りに行くので、答え合わせはその時に。分かった人はコメントしてもいいですよ。再びカットしまして。やっと出ました。目的の物です。これが火の国では 650F という大層な値段で売れるので、ゲーム内時間をかけない金策としては最高峰なのです。これを繰り返して、残りの荷物を全部古い地図に変えましたら、輸送依頼をすべて放棄します。放棄の方が失敗よりは名声ダメージが小さいので、続きまして、酒張りロードを行います。4人完全に理想とはしませんが、かなりえぐめのリロードになります。何が辛いって、終わりが見えないところですね。さて、お目当てが揃いました。戦力としてフレイに、趣味でハルトレクシア、探検役に器用の高い子を狙っていました。器用最大のルートならなお良かったですが、ウルファも好きなキャラなので、これでいきます。やはり動画にするなら、特に好きなキャラとやっていきたいですからね。勧誘が終わったら、隊列を調整、登録しておきます。闘争用、雑魚戦用、ボス戦用と、オーソドックスに3隊列登録します。そしたら古い地図を売りまして。限定機に載せてなかった。冒険機は次の国で売る予定なので、ここでは売りません。両替用の交易品を購入します。目的はリザヤではなく、古い地図で大量に入手できる F からの両替なので、向こうでの買取価格だけが重要です。なので火の象徴と燃える石が理想ですが、そこまで厳密に攻めるところではないので、この辺で妥協します。次は武器屋。ここではまた結構なリロードをします。1日目で良質な武器を買えるのはここだけなので、できるだけ揃えるのです。良質な本と杖は絶対手に入れたく、できれば短剣も欲しいですね。剣は一般的に本くらいの方が嬉しかったのですが、まあいいでしょう。火山洞窟では、フレイミには劣悪な剣で頑張ってもらうことにします。防具はどうせ量産品までしか買えないので、兜と道防具がいくつかあれば良しとします。銅が服一つなのは少し寂しいですが、この辺で妥協しておきましょう。道具屋では念のため、ナタとツルハシを買い足しておきましょう。ナタなしでツルハシといい飲み薬、少し悩みますが、飲み薬は後で買えばいいですね。やはりナタとツルハシを揃えましょう。ちょっと数が少ないですが、揃っているのでこれでいいことにします。一旦外に出まして、水エレメントを買い占めておきます。買った装備品を装備し、セーブしたらようやく出発です。まあ、ランダムマップリロードという作業も残っているわけですが、火山洞窟地層波までに採掘レベル5が欲しいので、ここで採掘場系のマップが出るので粘ります。採掘場って、サブキーと見渡すガイドがほぼ必須なのに、ゲーム中のヒントが乏しいんですよね。採掘日誌では、神経を研ぎ澄ませば、どこに鉱石があるか見えてくるのだ、なんて書かれてますけど、これがサブキーのことだとはわからないと思います。フィールドは、通常プレイなら全離で安定ですが、今回は時間をかけずに経験値を稼ぐ必要があるので、できるだけ逃げずに戦います。ボス戦はやること決まってるしなということを思うと、一番アドリブを聞かせる必要があるのが序盤の雑魚戦だったりしますよね。攻略プレイとしては、雑魚戦はいかに早く前列ギガフレームに持っていくか、みたいなところがありますし、かつてのひたすらドドンガ生活の正反対であるこの挑戦は、純粋に楽しいです。並び順と隊列が直感的でなく、若干気持ち悪いので修正します。一番ダメージを受けるウルファの回復を効率的にするという意味もあります。HP 自動回復にスタミナを消費するのは避けたいので、ヒールでしっかり回復しましょう。ガンガン戦闘すると MP 自動回復が間に合わないので、剣組の小ダメージにはヒールしませんが。
さて、ようやく火山洞窟に入れましたので、倍速で流しつつネタ話をしていきましょう。実はこの企画、構想自体は5年くらい前からありまして、闇竜を2日目に撃破し、その後日程確定の初回戦装備に希望を倒すというものでした。当時はボス戦の無編集垂れ流し動画を上げているだけだったので、だらだら構想を練っているうちに 1.22 ベータ1 がリリースされました。その後 1.22 が安定版としてリリースされたら動画にしようと思ううちに時は流れ、ベータのままでいいかとテストラン。するとどうも闇竜初日撃破が可能な目算となり、本動画の収録と相なりました。闇竜初日撃破ならインパクトは十分と、一旦闇竜戦までで区切ることといたしました。当初の予定通り、希望戦についても続編として制作予定ではありますが、希望戦までの育成方針は未定だったりします。本動画のリロード地獄はいろいろ憶測を招きかねないなと懸念する次第ではありますが、私が一番楽しくプレイできるようやっているとだけ申しておきます。一応闇竜初日撃破をするだけだったらここまではする必要ないですよ。さて、当然にダンジョンリロードもやっているわけですが、火山洞窟での達成目標をお話ししましょう。今回設定した目標は採掘レベル5の達成と牙3の入手です。採掘レベル5はダンジョン採用での星4素材の採掘条件です。頑張れば道中で達成し、火山洞窟採用で星4素材を採掘することも可能ではあるのですが、少し妥協しました。牙3個と映像は必須ではないものの、できれば欲しいので粘りました。伐採は成り行きで育つ程度で十分としています。キャラレベルが5に上がったところで火山洞窟採用到達です。採用でももちろんリロードしまして、鉄酸を採掘しつつ採掘レベル5を達成させます。道中、戦闘で時間がかかるので倍速で流します。水エレメントをゲージいっぱいまで買っておきましょう。旧バージョンのプレイヤーからするとエレメントを買えるというのが本当にありがたいです。さて、非城下町に到着です。ここでもいろいろやることがあります。まずは依頼リロードですね。欲しいのはとにかく武装依頼です。リロード。いいですね。荷物の数を確認しまして、一番上以外を受けましょう。ついでに動向収集依頼も受けておきます。そしたらセーブしまして、荷物を古い地図に変えていきます。開墾中、ショーティンクリが歩いてきたので捕まえます。ボス戦はおなじみの剣、本、杖スタイル。スキルが貧弱な最序盤から使え、スキルが出揃うことでなお輝く安定した陣形です。総探検の中列攻撃アップと先制行動、弓の後列攻撃アップと弓範囲増加のような前提条件ともいえるパッシブスキルが必要ないがゆえですね。最低限、本はヒール、杖はアースまで覚えていれば十分陣形として成立します。これに対して物理火力である総探検、斧、弓は特に序盤乱戦スタイル以外を取りにくいのが難点です。まあ現状は剣である必要はないので総探検で斧を置いてもよく、弓は遊撃役としてなら使えますが、
さて、全部垂れ流すと長いので、とどめの直前まで倍速で飛ばします。この賞金首が落とす装備は杖と装飾品なので、主要メンバーの闇優先装備の強化にはなりません。ゲージを強化しまして、この後加入するメンバーの武器を変えます。欲しいのは一般的な総短剣3本。非常化町には武器屋が2点あるので、そのうち1本か2本変えれば良いです。OK。防具は、山岳の村で買えなかった銅防具が欲しいですね。10鎧。とりあえず量産品は全部買っておきましょうか。そしたら古い地図を売りまして、当座の資金は充填です。続いては、旅うまリロードでございます。旅うまはグリフォン、オプションは資材置き場、解体場、薬剤庫あたりがいいですかね。人数も最大まで拡張しておきます。データになって段階的に拡張できるようになったのはいいんですが、一気に9人の場合はちょっと手上げされてるんですよね。道具屋では、ナタとツルハシを補充しておきましょう。こちらも2点あるので、片方ずつで良いです。交易品は、ちょっとだけ粘ってみます。砂トカゲの置物がなく、火の象徴と燃える石が合わせて半分以上ならいいかな。防具は、量産品で欲しいものはもうさほどないので、適当で。武器は、残りの2本を手に入れましょう。OK。これはちょっとできすぎですね。そしたら依頼完了を報告しました。賞金首も報告。それと残りの輸送依頼を遂行目的で受けます。そして酒場リロード。趣味で風雨と名が確定。残りの総探偵2人は積載級ならいいかな。出揃いました。ブルートはちょっと心が揺らぎますが、今回はウルファを使います。デパンは2回もスルーする形になってしまいましたね。デストランでは使ったので許してね。エレメントは買えるだけ買っておきましょう。重量1の剣を作ってもらいます。雑魚戦向けに攻撃重視で剣騎馬参加は3をお願いします。ゲージをもう一度強化します。ヒエラが妖怪1足りない。装備と隊列を調整して出発です。ベータでの変更点は多数ありますが、戦闘に関わる立ち回り面での重要な変更の一つに、スタミナゼロでステータス半減というのがあります。このためスタミナがリソース管理の対象となり、ベンチと適宜交代し残量を維持する必要が出てきました。つまり5人で2球で動き続けるのはかなりしんどい仕様になったんですよね。あ、グリフォンに変えたので、フィールド移動をリアルタイムに変えるのを忘れないようにしましょう。で、荷物だけは全部古い地図にしなくても、100F で売れる書物なら16種類ほどあり、8人グリフォンくらいの資金は得られ、スタミナ管理が楽になります。書物も地図も、火の国以外だと安くなるので、これをやるなら火の国スタートになります。現状の戦力で闇の地の魔物と戦う必要があるのかは疑問です。勝てるなら倒そうぜの精神で戦っていますが、逃げてもいいんじゃないですかね。道に迷いかねないですし。城下町下流組が死にまくってるので、好感度が悲惨なことになってそうです。人数が少ない場合、瀕死によるスタミナダメージがバカにならないので、
闇の地強行突破が面倒そうですね。闇の地を抜け、水の国に入国したところで後編に続きます。